古在東在皆の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない浮世でもどんと行きましょ、恐れずにじっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気ににぎやかに、演歌ジャックス始まり始まり。こんにちは。さあ今週も演歌ジャックスのお時間がやってまいりました、はい、3週目、うん、もう半ば中旬ですね。中旬ということですよね、うん、はい、もうね、だんだんひんやり秋ですよね、うん、あんだけ汗かいていた頃が嘘みたいですね。いやいや、まだ汗かいてますから。汗まだかいてますか。まだ嘘みたいですね。あ、年がら年中ね、汗かきなんで、ちょっとこう大きめの方がね、はい、そうですね、うんうんうん、でもこれからの季節寒くなったら、はい、重宝がられて、あ、大事な存在です。モテ期が来ますね。モテ期がね。はい、はい、今週も内容盛りだくさんにお届けします。ゲストは五条哲也さんです。お楽しみに。この番組はあなたの街のカラオケレインボーとご覧の各社の提供でお送りします。カラオケするならレインボー、カラオケするならレインボーやよー。平日夜1時間0円、昼ならさらに2時間0円、めっちゃ安い。カラオケするならレインボーやよー。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。お買い物するなら何でも揃う奈良県上牧町ショッピングモールレインボー西大和、お待ちしてます。新曲の瀬戸内山陽道お聴きください。この曲は現在ウガにもジョイサウンドにも配信されていますので、皆さん覚えて歌ってください。来年にはダムにも配信される予定です。よろしくお願いいたします。二人旅したな
度願う道連れも叶わぬ涙の男と女私来ました。演歌の里ゆりです。皆様どうぞ遊びにお越しくださいませ。演歌ジャックス。はい、伊坂ゆかりです。皆さんお待ちしております。演歌ジャックス。2階には座敷もあります。一度お立ち寄りください。演歌ジャックス。演歌うったらつかま。さあ今週のテーマは3000持ってたら何食べる、はい、お3000持ってたら、ね、3000持ってたら何食べる。そうやね、自分はスーパー行ってね、はい、スーパー行って3000分食材買うて、うんうん、作りとか、うんうん、いろんなもの買って3000分で家でゆっくり晩酌しながら、うんね、あ、お酒がそこに入ってない、うん、あ、お酒も入って外へ行っていて、あ、外のこと、あ、外のこと、あ、それやったら南あのタヌキというとこね、ええ、これあの300円均一で、うん、だから300円均一で料理とお酒、うんうんうん、ま、混ぜても10品食べれるから。10品食べれますね、うんうん、10品やけど、まあ、酒が入らんやそこ入ってる、入ってる、3倍ほど入ってる。 あと7品は開け300円均一で10品食べる。タヌキはどっちゃ、タヌキは分かれへん、うん、タヌキね、聞いたことあるでしょ、タヌキはね、あるある、うん、ロバタね、はい、どタヌキ、そうです、そうです。聖子ちゃんは、はい、こんにちは、聖子です。私はね、あの粉もんが好きだから、うん、お好みたこ焼き、あ、ビールいっぱい飲みながら、はい、はい、はい、うん、いいですね。そうです、大好きなの。毎日でも食べれるんですよ。毎日ですか。お好みたこ焼きは大好きで、うん、だけど、まだある中やなでも、お好みの時にビールのものは美味しいですもんね。そのこと言えないでしょ、兄さん。はいはいはい、知らんでしょ、知らん、知らん、知らん、そんなこと言ったらお酒のトリコ。はい、そうそうそう、えりこさん行きましょう、はい、私はステーキ、うん、おー、美味しいステーキ、3000のステーキ、もうそれのみで使っちゃいますか。はい、それのみです。肉食系なんですね。そうですね、肉食系、今美貌のためには、カノオ姉妹さんとかでもそうですもんね、お肉。スーパー行ったらね、うん、1000円で3枚の肉あるの、ステーキ。おあるよ。でもそこをあえて、あえて、おいしい、おいしいの選んで。エミちゃんはね、2000円ぐらいの肉を食べて、うん、あとお酒飲むよな、うんうん、いただきます。お付き合い程度ね、お酒はね、外せないですよね、うんうん、やっぱりね、はい、では歌参りますね。前半です、秀彦&聖子さん、お二人です。あなたに夢を。言葉で酔わせても、騙すのは男、泣くのは女、私に教えて心の中を、胸の扉を開いてごらん、雨夢をあげてるからが、私の全てをあげるから、朝目に眠る浦和なロード、ときめき霞める偉人館。
耐久の遊び場レインボーワールドが橿原ツインゲートにボヨヨーンオープン。カラオケ平日昼2時間0円、夜1時間0円。最新のダーツマシーンに卓球、ビリヤードも。レンタルスタジオだってあるよ。大人も子供もみんなで遊ぼう。レインボーワールド。土地、建物、マンション、お電話ください。演歌ジャックスクリスマスディナーショー、番組レギュラー陣と素敵なクリスマスをご一緒しましょう。皆様のご来場お待ちしております。はい、ピンポンポンポン、お知らせです。はい、今年もやってまいりました演歌ジャックスクリスマスディナーショー、堺第一ホテルで行われます。はい、ゲストは三田明さんです。はい、三田明さんです。はい、生バンドの演奏で ね豪華に参りますので、楽しみですよね。たくさん駆けつけてください。はい、お会いしたいです。はい、お待ちしてます。さて、はい、小葉さんは3000円あったら何食べますか？僕ね、もう高校生ぐらいから餃子が好きで、餃子食べますね。多分、まあ、200円ぐらいとして1人前が15人前ぐらい食べれますよね。15人前ぐらいいけますか？まあ、ゆっくりだ、まあ、10人前は食べたことあるんで、はい、ゆっくり食べたらいけるんちゃうかな。あ、うん、まあまあ、それにプラスご飯と、うん、まあ、あのご飯もまだ食べますか？まあ、3000円の中でね、はいはいはい、ご飯とビールぐらい入れてもいいかもしれんけどね。はい、ご飯、ビール飲む方は結構ご飯食べなかったりとか多いですけど、はいはいはい、小葉さんの場合はやっぱり、いや、餃子にご飯、うん、でビールはあのお水代わりに。はい、まあ、それぐらいかな。なるほどなるほど、はい、そういう風にしていくことによってこうその体格がキープされて、そうですね、はい、冬になった頃には暖かいからモテ期が来ると。モテ期が来ると。はい、ところで小池ちゃんは？私は大体こう飲みつけの方なので、はい、だいぶ飲んでしまうから食べるもの、あのちょっと立ち飲み屋さんでみたいな感じですかね。はい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 、使っちゃうかなと思います。いいね。そうですか。はい、では後半です。はい、後半です。海ボタル泣いて波が揺れる、悲しげに夜明けの星、巡る思いは遠いふるさと。海鳥が泣いて沈む夕日を、母のようにささやく波と、父の姿が浮かぶ伊勢海老。穏やかにしとやかに、そして愛しげに、ああ人生はいつの日も届かぬ心を、思い叶わず。愛する人よ、今のこの泣かれる涙、こぼれる思い、この命逃げようか、この命いっそ捨てようか、儚くて切なくてこの命。皆様こんにちは、林よしこです。春を抱いて眠りたい、そしてほっこり酒場、いつも応援ありがとうございます。そして川西駅前のほっこり酒場もよろしくお願いします。
愛で熱々熱燗酒二人で手を取り助け合いあなたの優しさに私は惚れて浮世の夜風に泣き笑い誇り誇り誇りな繁盛いさかい後半です。テーマは3000円あったら何食べる。五郎さん。はい、私の近くでね、うん、焼肉キレーンっていうの、僕もキレーン、キレーン、うんうんうん、このテレビの方のコマーシャルを出してもらって、はいはいはい、そこへ行ってね、焼き煎、うん、焼き煎、焼き芋、焼き芋、うん、それで酒は、まあ、もっとたくさん飲むんですけど、うん、まあ、3000円やったらこれに、まあ、酒合わせて飲む、ちょっと当てにする感じで、うん、いいんですよ。うまいんです。これがまた抜群なんですよ。食べたー、食べたーい。綺麗、美味しいもんね。美味しいもんね。いいだもんね。肉も綺麗ですしね。うん、またあの大将ものすごい人間がいいですわ。うん、そうですか。また連れてってくださいね。いつもお世話になっております。五郎さんがお世話になってます。はい、那須さんは。はい、当たってくだけの演歌ジャニーズ、いつもありがとうございます。3000円ありましたならば、私はファミリーレストランに参りまして、うん、サイコロステーキとチョコパフェを食べます。なんでチョコパフェやかわいいなぜか最近ね、チョコレートに凝っておりまして、うん、お肉にパフェがいけちゃいますか。はい、いけちゃいます、うん、若いですね。はい、気分は18でございます。負けたね、ネコちゃん。気分18。かわいい、かわいい、うん、ありがとう、ね、何もかわいいなったら大丈夫、揚げ物など何もないけれど、うん、何もあげなくてもいいですよ。いいのよ、はい、何も欲しがらないから。はい、五郎さん、はい、歌です。はい、はいはい、男の心。戻りはしない、負けてどうする、男ならいいじゃないか、いいじゃない、人の値打ち、thank you.
1時間0円昼ならさらに2時間0円めちゃ安いカラオケするならレインボリューあなたに夢をあげるからはときめきかすめる偉人かん。番組制作のことならメディアジャックス演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞメディアジャックス演歌ジャックスクリスマスディナーショー番組レギュラー陣と素敵なクリスマスをご一緒しましょう皆様のご来場お待ちしておりますゲストコーナーです今週のお客様は五条哲也さんですこんにちはどうもてっちゃんてっちゃん僕てっちゃん五条哲也ですてっちゃんこれ今押してます今流行ってきてます、はい、でももう一回よしやっていただいていいですかてっちゃんてっちゃん僕てっちゃんてっちゃんちょっと引いた感じが最近癖になってなるほど、なるほど、すみません全然イメージ変わりましたそうですかちょっと顔をこうね脱いでいこうとなるほどなるほど、はい、あの五条さんってあの私の中ではすごい東京みたいなイメージがあったんですけど関西京都ご出身ですもんねそうですそうですもう生まれも育ちも京都ですそうなんですよね京都でもね結構関西的なところコテコテのあんまりそんなどっちかというと上品じゃない感じ親しみやすい感じどんどんこうアピール今していっておりますなるほど、はい、なるほどでも本当にいろんなところでご活躍なんですけども、はい、最近この、 あの5作目ですよねゴンドラの歌が はい、すごいこの CD 自体も強力版でそうですね4曲入り、ね、初めての企画だそうです、はい、普通2曲ですけどねそうですよね、はい、うんどうなんです中身がすごいじゃないですかえカバー曲3曲、はい、で新しく作っていただいた初めてのデュエット曲、うん、井上理恵さんとのデュエット曲が1曲入っておりますこれ三原つなきさんの作曲なんですけどねあと3曲は、ゴンドラの歌がメインでで、新宿はぐれ鳥、うん、これ内藤靖子さんの曲 で昭和最後の秋のことは森進一さん、慶雲祝さんそして作られた浜圭介さんも歌われてる名曲も僕も歌わせていただいてはい、そんな4曲が、はい、ギュッと詰まった強力版ですねましてメインがゴンドラの歌という曲てっちゃんすごいですねいやいやすごいですてっちゃんでございますこのゴンドラの歌は、はい1915年にそうなんですよ大流行結構ご存じない方あの昭和の名曲かなという僕も印象あったんですけど、はい、今回これ勉強させていただいたらなんと1915年は大正4年でございます、ね、今99年あ来年で100周年というお、すごい松井須磨子さんという女優さんが歌われたんですけどね最初、はい、あの歌詞ではこの1番も2番も3番もですけど命短し恋せよ乙女で、はいはい、でああと思うんですけどそんなに古い曲だったんですね。そうなんですよ。もうこれまあでもまあちょっとその冒頭命短しっていうんでちょっと寂しいかなっていう感じ、うん、僕もそういう印象を受けたんですけど、うん、でもこう歌わせていただいてますとね、うん、決してそういうあの寂しい感じじゃなくて、うん、あの今日という日は再び来ないっていうね、うん、そんな前向きな一日一日大事に、うん、そして恋せよ乙女ですから、はい恋をしようよみたい な、うん、なるほどそんな感じに僕は今歌わせていただいておりますなるほど、はい、ものすごいスケール感があってそう癒される歌だなと思います癒されますね癒されるし、うん、また歌ってみていただくと結構難しい部分もあって、うんうん、あの歌い応えあります、うん、そう絶対難しいんですよ難しいんですよ簡単そうに聞こえていや難しそうですそうですかでもいい歌ですよ ね本当にあのうん、うん来年100周年を迎える歌っていう、はい、だから多分またたくさんの方が歌われるんじゃないでしょうかね、うん、記念でね、でもこの今のゴンドラの歌は、はい、五条哲也さんの歌ですよろしくお願いします、はい、皆さんいっぱいいっぱい応援差し上げてくださいお願いいたします締めはまた、うん、あの見たいんですけどそうですかてっちゃんてっちゃん僕てっちゃんてっちゃんありがとうございますありがとうございます押してますいやいやいやまた遊びに来てくださいありがとうございますそれでは今週のエンディングは五条哲也さんゴンドラの歌をじっくりお聴きいただきながらお別れしたいと思います
急ぎ足過ぎてく春を軽やかにその身にまといキラキラとほんのひととき美しく輝く恋を五条哲也さんゴンドラの歌短し恋せよ乙女赤き唇汗あなたの街のカラオケレインボーとご覧の各社の提供でお送りしました。